毎度おはようございます、こんにちは、こんばんは、スリブカイです。前回ルアーでヒットしたんですけども、バレてしまいましてですね、そのリベンジで、また来ました。水の状態はですね、非常に綺麗なクリアですね。でまた日中になれば雪解け水が入って少し濁ってくるような状況かもしれませんけど、よし、ちょっと頑張って、前回のリベンジ果たしたいと思います。おっと、ちょっと行きますよ。滑ればいいなね、滑ればいいんだけども、そう簡単にはいかないのが、ついにそう思ったようにはいかないのが。さあ行きます。おっと、しょ、来ないかい、持ってこない。で多分ね、結構次から次と人が入ってるような気がするんですよね、ここね。ゆっくりゆっくりゆっくり、持ってこないかな、持ってこないですね。まあいればね、一発で来るんですよね、釣れてなければね。おっ、来た、ヒット、ルアー来ました来たよ、ふぅ、よしよし、バレんなよ、バレんなよ、よし、やったやったやった、ルアーで来ました。よいしょと、はい、ありがとう、来てくれました。今年の初物です、ブラウン、やりました。こんな感じです。いいですね、もうルアーで来てくれます、最高です、最高の一匹です。ルアーはメップスアグリア 4.5 です。いいですね、場所はこのとこですよ、場所はこのとこです。いいですね、最高です。ここのね、両サイドですね、この両サイドの誤差の下に隠れてるような感じですね。行くことはいますね、積極的に餌はそんなに追ってはいないですけどね。もう少し、ちょっと朝が今日早いんで、これもう少し遅い時間になったら活性が上がってくるかもしれませんね。ちょうどそこのボサで、ゴミがこうある両サイドですね、あの下に入ってる魚から出さなきゃなんですけどね、本当は、ね、こういったところにピンポイントに入っていると思った魚はでっかいのいるはずなんですよ、ここにも。春先ね、ここ大きいの入りますから、どういうわけかね、入ってくるんですね、ここに。メップスいいですよ、アップで投げてもですね、ブレードがちゃんと回転してくれますからね、アップで投げてもですね、水かみがいいんですね、非常に。このブレードの回転っていうのが重要ですからスピナーの命ですね、ブレードの回転は、ね、ブレードの回転があって初めてスピナーは行きますからね。